林やし姫きくは、落語協会、トヨタアート所属の新内落語家。本名、松本小雪。愛媛県松山市出身。幼い頃に、松山市から東京に家族と共に転居。母が音楽好きで、幼い頃からクラシックやジャズが流れる家で育つ。東京都中野区立第8中学校を卒業後。 ジャズボーカリストを目指し、日本を音楽高等学校声楽科に進学したが、テレビで焦点を見たのがきっかけで、1987年に高校を中退し16歳で、初代、林明菊造に入門、僧侶弟子となる。弟子入りするまで、気球像が落語家であると知らなかったとの話もある。1991年に二つ目、2001年秋に、 東京女性落語家としては4人目となる、新内昇進。古今亭春菊、柳谷三太郎、金原亭、バーソブ、入選亭、大木治柳屋はじめこと、立花屋文在門、三遊亭一万窓、龍花金太夫、三遊亭白鳥と同時昇進。古典落語を得意とし、古典を女性の視点で演出する。2000年にスタートした東京都番組。 東京サイトではナビゲーターを長年務めている。2001年同じく落語家、柳屋カロクと婚約、同居。婚約は2001年12月26日の落語協会の農会で正式に発表された。本来ならば2002年に結婚する予定だったが、カロクの祖父で師匠の5代目、柳屋子さんが死去したことに伴い、長期にわたる延期状態になった。その後、 2009年5月に別居、破局したことが12月に週刊誌で報じられた NHK 学園高等学校に入学。仕事の合間を縫って単位を取得し、2008年3月30日に卒業をありがとうございます。